ここか。ここか。この家になりますね。ここだったらもう、このままバックで、今つけていただいて。ほうほうほう。で、この辺使っていただいてか。はい。家でしたら、この下から、そこをバックでずっと上がっていただいて。ほう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 。ここに車をつけて、で、こちらになります。あ、なるほど。はい。そこだと車が遠いんですね、本だけ。ちょっとですね。ここのは飲めないんですよね。はい、手洗いだけで。いや、あ、なるほど、なるほど。じゃあ、店の中もずっと薬物がありますんで、ね、使ってください、ね。あ、なるほど。はい。一応、夜の9時まで自分も店にいますんで。あ、はい。で、9時から朝の7時まで、ここ閉めて、家に帰りますんで。あ、なるほど。はい。間何時？翌日正午までなんです。正午まで。はい。あ、わかりました。ここがバーベキューの場所なんですね。ポッキーいつからキャンプ場が？キャンプ場は去年の。来るきっかけとして、あ、やっぱりそうですよね。去年の秋にやったんですよ。多分あの辺のとこ使って撮影かなんかされましたよね、はいはいはい、なんか見覚えがあるなと思って見てて、あ、やっぱりそうだった。西村キャンプ見られて予約されたんじゃないですか。じゃないんですよ。予約。あ、そうですね。はあはあ、全部なんですよ。キャンプバーも基本全部、はい、予約で。はい。ありがとうございます。じゃあお願いします。はい、ご予約どうぞ。広島県安芸高田市向原町にある酵素風呂、森蔵にあるキャンプ場に来ています。山に囲まれた小さなサイトでハンモックとかもある、キャンプ場になっております。以前ちょうどこのサイトですかね、ここで西村キャンプ場の西村さんが、番組でキャンプをしている様子が、放映されたという場所です。ここに来て初めて気づいたんですけど、なんか見たことあるなという場所でした。今日は、こんな感じで設営をついに完了しております。ここサイトがですね、このサイトと、そしてこの上になるサイト、ここですね、このサイト、ここちょうど杉の木があるので、ハンモックとかするのがちょうどいいのかもしれません。今日は私一人ということで、カンソロなので、この場所をちょっと広く使わせていただこうかなと思います。今日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。
機を購入させていただきます。このカゴに、いっぱい。次。こっちが工業ですね。これで700円です。結構安いんじゃないですかね。本日の2本目。燃える、レモン堂の新しいやつですね。甘酸っぱいレモネード。いただきます。あと2モルチュ。よいしょ。家で作ってきた特製味噌、味噌と醤油、ニンニク、豆板醤、あと砂糖かが入った特製味噌。パッケージが可愛いですね。これうまいっすわ。ちなみに、この容器。見えますかね。モロゾフのプリンのケースです。意外と蓋がついてて便利なやつです。しかししばらく、忙しくて、来れなかった間に。もうすっかり夏本番ですね。日暮らしがいい感じになってきて、夏だなぁという感じです。いやー、夕方の日暮らしを聞くと、小学校の時にお家に帰って皮肉も見なきゃみたいな、そんな気分になってきますね。もう10年も前の話です。日暮らしは何だろう、こう昔の記憶を呼び戻す、そんな声ですね。
現在の時刻、17時35分、29.3 度、だいぶ涼しくなってきているんですけど、29度。ちょっと焚き火を始めようかと思います。